こんにちは。スイス在住元バックパッカーのベンネです、この動画を撮っているのがですね、2020年の4月、コロナの感染爆発のせいでね、ほとんど家にいるので、なんだか家にこもりすぎて、ちょっとこうネガティブな気持ちになってしまう人が多いんじゃないのかなと思いまして、今日は久々に私のバックパッカーの旅を思い出しながらちょっと話をしたいなと思います。まあこれで気持ちだけでも家の中から飛び出してさらに違う国に飛び出していくようなこんな気持ちになっていただければいいなと思います。私はですねバックパッカーとして40カ国ほど旅をしたことがあるんですけれども、バックパッカーっていうのはバックパックつまりリュック一つで旅をする人のことなんですね。でまあいろいろな国を旅して一番良かった国ってどこっていう質問本当によく受けるんですよ。でもこれって答えるのすごく難しいんですよね。っていうのは人によって旅で何を見たいのかっていうのは違うからなんですね。例えば私は山と大自然が大好き で私の目線でどこが一番良かったっていうふうに聞かれると、もう大自然がすごかったニュージーランドとかあとスイスって答えてしまうんですけど、食べ物が一番美味しかったのはって聞かれるともう完全に自分の好みでタイとか言ってしまいますし、なんかショッピングが好きな人目線だったりアクティビティ重視の目線だったりっていうことで答えが全然変わってくるんですよね。でせっかくなので今日は私が旅で撮った写真をご紹介しながら〇〇が一番良かった国という感じで紹介していきたいなと思います。一番最初は私目線で大自然が一番良かった国ニュージーランドです。こちらは全部旅をしながら古いデジカメで撮った写真です。で何の修正もしていないんですけれども、こんな絶景を飽きるほど毎日見ました。ニュージーランドは北島と南島2つあるんですけれども、自然の宝庫っていう意味で言うと南島の方が圧倒的な大自然があったんですよね。こちらはですね南島のグレートウォークの一つミルフォードトレックっていうところで撮った写真なんですけれども、5日間山を歩き続けて、この景色を見た時は本当に感動しましたね。この南島の旅の間ロード・オブ・ザ・リングを見ながら旅をしていたんですけれども、ニュージーランドってロード・オブ・ザ・リングのロケ地がたくさんあるんですよ。ロードマップにどのシーンの撮影地かっていうのが書いてあるぐらい で、まあ、それを見ながら車でずっとキャンプ地を移動したりとかしてたんですけど、まあ、こういう景色を見てるとまさに自分も映画の中でモルドールを目指しているかのような気分になったんですよね。ニュージーランドの北島には活火山も多くてですね、火山地帯のトレッキングコースではこんな色をした湖を見下ろしながらずっと山肌を歩いたりしました。こういう大自然を見下ろしながらずっとこう歩いていると自分って本当にちっぽけな人間だなと思って、まあ、ちょっとした悩みなんかはどうでもよくなってくるんですよね。次は歴史ミステリーが大好きという目線で一番良かった国、これはエジプトです。これはちょっと選ぶのに迷ったんですけれども、エジプトは有名なギザのピラミッドだけでなくシワというオアシスの方まで行ったんですね。このオアシスはですね砂漠の真ん中に古代都市の遺跡とともにありまして、オアシスを中心に村は広がっているんですね。でここまで来ればもう観光客っていうのもほとんどいなくて、で古代都市遺跡に入るっていうよりはこう村をぶらぶら歩いていると象形文字が彫られた巨大な石がバーッと道端に転がってたりするんですよね。巨大すぎて転がっているのか置いてあるのか建てられているのかちょっとわからないぐらいなんですけど、こういうのを見るとなんかここでいつからこんなどんな歴史を見てきたんだろうなっていうふうに思ってワクワクしますよね。あとエジプトって砂漠のイメージだと思うんですけど、紅海に面していて海もとっても綺麗なんですよね。でこれはシャルメールシェイクという町に行った時に海で撮った写真なんですけど、コバルトブルーの海がとっても透き通って綺麗で、熱帯魚がたくさん泳いでいるのがシュノーケリングしなくても上から普通に見えるんですよね。海の話になったので、次は海が一番綺麗だった国、これはちょっとかなり迷うので2つ紹介させてください。1つはクック諸島で、ポリネシアの島っていうのはどこも本当に美しいんですけれども、クック諸島のアイツタキ周辺のラグーンでは遠浅の海の透明度とか、あとボートの真下を野生のウミガメが泳いでいくぐらいの大自然、これに感動しました。
この写真はアイスタキ周辺の、ワンフット島というところなんですけれども、ここには世界唯一の無人島にある郵便局っていうのがあって、ここからハガキを出すとすごく可愛いスタンプを押してもらえるんですね。2つ目はセーシェル共和国です。ここは世界でも珍しい奇岩ビーチが有名で、ビーチにある岩が綺麗な海の景色を一層ユニークにしてくれてるんですよね。美しい海っていうのは本当にたくさん見てきたんですけれども、こんな色の海も初めてでしたし、岩もとても印象的で、ここにはまたいつかもう一度来たいなっていうふうに思いましたね。最後に食べ物、観光面、値段、この3つを総して一番良かった国、これはギリシャです。たまに日本でもグリークレストラン見かけるんですけれども、そこまでメジャーな料理っていう感じではないですよね。でもギリシャで食べたローカル料理っていうのは、ケバブに例えばちょっと出てきた料理とかファーストフードですね。あとはレストランで食べた料理のワインも本当に美味しかったんですよね。もう予想外だったんですよ、これは私の中で。そしてヨーロッパの国々で比べたら、もう圧倒的に全ての値段が安いのも魅力的かなと思います。でアテネはパルテノン神殿を含め古代神殿とか遺跡が徒歩圏内に集まっているので観光にはこと欠きませんし、あと船に乗ってサントリーニ島まで行くと、真っ白な家と青い屋根が印象的な島がエーゲ海に浮かんでいても、この景色にうっとりさせられるんですよね。でサントリーニの街っていうのは崖の上に立っているので、ここからの夕日っていうのも格別で、もうサントリーニの数日間は長い旅の中でもとても印象的でした。まあ、魅力を語り尽くしたら本当に何時間と経ってしまいますので、とにかくかいつまんでいくつかピックアップしてみたんですけれども、一つ一つの国に魅力がありすぎて、それぞれの国で障害動画撮っていきたいぐらいなんです。今年はクロアチアとマルタに行く予定なんですけど、今のこのコロナの情勢を見てると行けるかどうかちょっと分からないですよね。とにかく今は早くこの状況落ち着いて収束してくれることをちょっと願ってます。私の LINE アットではですね、私がスイス移住資金を貯めた在宅ワークの情報を配信したり、海外旅行についてのアドバイスをしたりしています。ぜひこちらから友達登録してみてくださいね。また YouTube でも引き続き在宅ワークや海外生活、旅についての動画を撮っていきたいなと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またね。